マフムード・アッバースは、パレスチナの政治家。大統領、パレスチナ解放機構執行委員会議長。日本語では、マフムードは、マハムード、アッバースは、アッバスとも表記される。1935年、パレスチナのサファドで出生。少年時代に、イスラエルの建国に伴って、難民となり、ヨルダンに移住した。成長すると、シリア。 エジプトで高等教育を受ける。ダマスカス大学法学部を卒業し、ソ連のパトリスルムンバ名称民族、友好大学大学院で、ユダヤ史を専攻。同地の東洋文化研究所で、歴史博士の学位を受ける。イスラエル人のものの考え方、宗教、風俗をよく知る人物とされ、イスラエルの公用語である、ヘブライ語にも堪能である。 1950年代よりカタールにおいてパレスチナ解放運動に関わり、ヤーセル・アラファートを指導者とする解放運動組織、ファタハの結成に参加。後に、ファタハが参加したパレスチナ解放機構においても、その幹部となった。1960年代から1980年代には、アラファートと行動を共にし、1970年に、 ブラックセプテンバーでヨルダンを追われた後、レバノンの首都ベイルートで活動。さらに、イスラエルに、レバノンを追われ、チュニジアに、活動の拠点を移した。その間、PLO 国際局長として、外部の様々な機関との交渉に携わり、PLO の対イスラエル強行路線放棄に関与したとされる。1993年のオスロ合意に基づく、 交渉と調印の場でもアラファートに同行した。和平合意に基づき、PLO をもとにパレスチナ自治区が作られた後は、PLO 執行委員会事務局長を務め、民主主義的な手続きを取って選ばれた、実政府による自治区の運営を目指す動きの中心的な人物となった。和平プロセスが行き詰まり、2000年から始まった第二次インティファー団においては、 非 PLO 系のハマスなどを中心とするパレスチナ人による対イスラエル武装闘争路線、テロ攻撃が続発した。自治政府大統領のアラファート議長や PLO の保守派がテロに対して断固とした反対姿勢を打ち出せない中、アッバースは終始イスラエルに対する過激な抵抗に対して批判的な立場を取った。 ヨルダンの赤場で、イスラエルのアリエル・シャロン首相、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領と握手する、アッバース、2003年4月イスラエルとパレスチナ、抵抗運動の攻防が泥沼化し、2001年より、テロ抑制に、消極的とみなしたイスラエルから難禁を受けていた、アラファート大統領は、2003年3月19日に、事態収拾に向けた、 国際社会から期待されていたアッバースを自治政府の初代首相に任命した。アッバース首相は組閣作業に入ったが、実権を渡すことを渋るアラファート大統領やテロ抑制に消極的な PLO 内の保守派との間で交渉が難航し、1ヶ月後の同年4月29日、ようやく自治政府で初めての内閣が誕生した。アッバース内閣は、 テロ抑制と治安の回復を掲げ、同年6月4日に、ブッシュ大統領、シャロン首相とヨルダンの赤羽で会談し、アメリカの発表した平和のためのロードマップを実行することで合意した。しかし、ハマスらによるテロは一向にやまず、検案の治安回復についても安全保障部門を首相の代表する行政機関に明け渡すことを望まない、アラファート大統領との対立から、 事態は一層混迷を深めた。この結果、同年9月6日に、アッバース首相は、アラファート大統領に辞表を提出、アッバース内閣は半年に満たない短命に終わった。これ以降、イスラエルは、パレスチナ自治政府との和平交渉路線を、再び拒否する。ウラジーミル・プーチンとアッバース首相辞任後、首相職は、議長側近のアフマドクレイに譲ったが、 PLO 事務局長として、パレスチナ自治政府内の重要な地位を保持し続けた。翌2004年10月末、アラファート大統領が健康不安から、フランスの病院に移送され間もなく、渋滞に陥ると、後継者選出を図る PLO 執行委員会と、ファタハ執行委員会の会議を相次いで主催。暫定的に、PLO 議長職を代行し、 クレイ首相と共にポストアラファート体制の最有力者となった。同年11月11日、アラファート大統領が死去すると即日開かれた PLO 執行委員会で公認の PLO 議長に選出された。翌2005年1月9日、アッバース議長は自治政府大統領選挙に当選し、名実共にパレスチナの代表者となった。 イスラエルのシャロン首相は、アッバース大統領との会談に応じ、同年2月8日、暴力停止に合意し、停戦の継続を条件として、交渉再開を取り決めた。これを受け、アッバース大統領はハマスなど過激派に、停戦の遵守を求めたが、ハマス側は、イスラエルの攻撃には反撃すると条件をつけたため、イスラエル軍の攻撃と、それに対する報復は継続した。 自治区内に向けては、アッバース大統領は、イスラエルとパレスチナの平和共存路線に向け、治安の回復や、経済の再建に取り組んだ。バラク・オバマと会談する、アッバース2008年11月20日、イスラエルの主要新聞各紙で、アラブ連盟とイスラム協力機構が、全会一致で可決したアラブ和平イニシアティブは、ヌアクショットからインドネシアまで、 の全アラブイスラム諸国がイスラエルと和平締結、国交正常化するとして受け入れを要求するキャンペーンを行った。2012年11月2日に放映されたイスラエルの民放番組で私にとってヨルダン川西岸とガザがパレスチナであり、それ以外はイスラエルだ。私は難民だが、現在はラマルラーに住んでいるサファドを訪ねることは私の権利であるが、 住むことはそうではないなどと述べ、パレスチナ難民の帰還権について大幅に、譲歩するとも受け取れる発言をした。イスラエル側は、同年11月3日、シモンペレス大統領が、直ちに歓迎する声明を発表し、議長の勇気ある言葉は、イスラエルが、和平の真のパートナーを有していることを示している。我々は、最大限の尊敬を持ってその言葉に応えなければ、 ならないなどと表明した。しかし、パレスチナ側では、現実的と評価する声がある一方、ハマースのイスマー・イルハニーヤ指導者は、極めて危険なものだ。生まれ故郷への帰還権を放棄する発言を行う、ことは誰であっても許されないと強く反発。PLO 反主流派最大派閥の、パレスチナ解放人民戦線、PFLP も、難民機関は、 情報できない権利だと反発しており、波紋が広がった。2015年3月のアラブ連盟首脳会議では、挙国一致内閣を主催する身でありながら、ガザ地区への爆撃を提案して、ハマースから避難を受けた。訪日歴は、数度ある。一度目は1981年、アラファト議長の訪日に同行しての訪日。 二度目は2005年5月の実務訪問品格としての訪日で、この時は皇太子、なる人新郎に越見したほか、小泉純一郎首相、町村信隆外相と会談した。三度目は2010年2月で、鳩山幸男首相と会談したほか、同年2月7日には、広島県広島市を訪問し、原爆死没者慰霊碑への献花。 原爆ドーム等の視察を行った。4度目は2012年4月の実務、訪問品格としての訪日で野田義彦首相と会談したほか、同年4月12日には、東日本大震災で被災した宮城県名取市を視察した。2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、 安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の儀に参列した。ありがとうございます。